け、デンマークにやってまいりました。白は人魚姫の像ね。アンデルセン童話には他にも、醜いアヒルの子やマッチ売りの少女など、有名なタイトルがいっぱいあるよな。と、まずはウサギンが出てきたわね。足が速いからちゃんと対応しないとね。猫影で抑えてからの猫ロッカー。そして猫ビルダーと猫スイマーで倒せるでしょう。頼れる主戦力ね。さて今回はどうしようかな。前回ガリレを出してみたけど、攻撃する前に終わっちゃったんだよね。今回も頑張ってレベル上げて出してみようかな。いや油断は禁物、安定のボルトよ。で、一角くん。っていうかエイリアンが一体も出てきてない。赤い敵ばっかりだな。まずい、ボルトは別に赤い敵に強くないから。そもそも赤い敵に強い軟膏を連れてきてない。でもさすがボルト。じゃあ。他の敵は倒せても一角くんは倒せない。これもしかしてやばい。いやそんなことない。軟膏砲撃てば。倒せ、ってないな。待って一角くんってこんなに強かったっけ。ほら前は猫寿司とか猫またドールとかいたから。どうしようこのままじゃ白が。だがお金も少ないし打つ手がない。嘘でしょ、まさか。負けた。グサリン、初めての敗北。それがデンマークになるとは予想外だったな。完全に油断してた。あとちょっとだったのにね。さあリベンジよ、今度は負けない。赤い敵メタメタにメタってきたから。どんな敵が来るか分かってたら対策は立てられるよな。でもやっぱ初見だと難しいね。まさか赤い敵ばっかりの国があるとは思ってなかったから。でもエイリアン出てこない国は前にもあったから、その時点で警戒しておくべきだったな。というかキャスリーを外すべきじゃなかったわ。私は負けたけど、キャスリーはまだ負けてない。まあ一回カオル君に倒されたことはあるけど、あの時もキャスリーのおかげで勝てたようなもんだからな。キャスリーさえ出せれば大丈夫なはず。ということでガリレオは外しました。結局まだ一度も活躍できてない。まあガチでやらんと負けるって分かったし仕方ないな。さあマックスまで上げたので、あとはお金を貯めるだけ。あれ、まだ一角くん出てきてないのね。多分まだお城に達してないからだと思う。おかげでキャスリー出しやすくなってるな。あとはこのゴマ様を倒せれば。頑張れ猫ファイター。おお、やった。キャスリー降臨。未来編では初登場だな。これだけ準備していればさすがに大丈夫でしょう。すごい、いきなり劣化入った。呪いも付与されてるな。意味あるかわからんが、それにしてもさっきとまるで状況が違うわね。キャスリー以外のニャンコも大量に出せている。さっきからほとんどパワーしてないのに、こんなに違いが出るなんて。編成と出し方がいかに重要かがよくわかるな。遊び方は単純だけど結構奥が深いゲームよね。うん、面白くてすっかりハマっちゃったよ。さて、あともう少しで倒せそうかな。うん、すごくあっさりだったね。一回負けてしまったけど、デンマーククリアです。お次はドイツです。実は中の人は幼い頃ドイツに住んでいたことがあるらしい。その時の記憶はほとんどないみたいだけどな。ここもキャスリー出したら勝てました。キャスリー最強。続いてフランス。そういや今年パリオリンピックか。え、東京オリンピックついこないだじゃなかった？開催1年遅れたからいつもより間隔が短いが、それにしても時が経つのは早いな。ここも特に問題なかったわ。キャスリー無敗伝説継続中。続いてはスペインだな。わ、めっちゃ猫マタドールみたいなのいる。闘牛といえばスペインだもんね。本当に赤い牛とか出てきそう。猫マタドール連れてくればよかったな。しかし予想に反し出てきたのは白い敵ばかり。実は今回からキャスリーと一緒にガリレオも連れてきてるんだけど、無属性の敵には効かないらしいから、さすがに今は出せないな。結局今回もキャスリー頼みになりそうね。ちょっとお金貯めるのギリギリだったけど、なんとか間に合ったわ。こうなればもう勝ちです。やっぱキャスリーの安心感半端ないわね。完全勝利。キャスリー出すようになってから調子いいな。次はモナコね。まさにリゾート地って感じね。っていうかめっちゃ狭いな。キャスリー出せそう？うん、わかんないけど、まだ強い敵いないから、出すのは最低限にして、とりあえずレベル上げていくわ。あれ？これもしかしてやばい？まだレベル7なのに、もうかなり迫られてる。ミスった、ボルトは出しておくべきだったかも。エイリワンを倒せずにここまで押し込まれちゃったからね。猫探索とサイキック猫でなんとかなるかなと思っちゃったけど、ジャッキーテンと一緒に来られて思うように攻撃できなかった。やっとディレイ入ったけどもう遅いな。ゴマ様も来ちゃった、終わりだ。そこまで強い敵出てきてないのに負けるとは。キャスリー頼みすぎたかな。これまではキャスリーの力でゴリ押しできたけど、今回みたいに攻撃ペースが速いと、キャスリー出すまで耐えれない。これボルト出してたとしても勝ててたかどうか微妙だよね。やっぱり全体的に戦力を底上げするしかないわ。パワーアップしなくちゃね。実は結構経験値貯めてたけど、押しまず使っちゃおう。
問題はどう振り分けるかだけど。やっぱりまずは猫ロッカーよね。この子本当に強いから、第二形態にしちゃおう。って、まさかのアーティスト？ロックはどうしちゃったの？大丈夫だ、豆腐屋のロッカーと書いてある。まだロックの心は失っていないはずだ。てか豆腐屋だったんだ。あとはやっぱ超激レアよね。特にキャスリーとボルトだな。キャスリーはもうすでに十分強いからこのくらいにしておいて、ボルトを優先して強化するわ。未来編はエイリアンしたいだろうしな。必要 XP が超高い。けどもう使っちゃえ。おお、ピカボルトになった。待って、動きを必ず止める？めっちゃ強いじゃん。これだけ強化したんだからさすがにもう勝てるでしょ。ということでモナコに再チャレンジ。ちょっと待って。めっちゃ高くなってる。3825円。携帯変わると値段変わることもあるんだな。それにしても高すぎるよ。ボルトの3倍以上の値段とはね。まあ確定ストップになるんだからそのくらいが妥当なのかも。でもそれじゃあこのステージクリアできないよ。ボルト出せないし、強くなったのはこの猫アーティストだけだもん。ちゃんとヘッドバンキングしてる。すごい、全然攻撃食らうことなく前に進めてる。これなら、もしかして。いや普通にダメでした。さっきとほぼ同じやられ方。でもよかった、第一形態にもできるみたい。ということでピカボルトをボルトに戻し、ゴマ様対策で猫マタドールを加えて再々挑戦です。いや誰？ボスいたんだ。さっきと違い猫アーティストに加え猫ビルダーも出したことで、城に一定のダメージが入り、ボスが早くも出てきちゃったんだな。これエイリアンだよね。水色だしそうでしょう。見た目は普通のヤドカリっぽいけど。ちょっと可愛いかも。でも相当強そうだぞ。大丈夫か？私のボルトは見た目一緒だけどレベル10に上がってるからね。エイリアンには負けないよ。でもさっきから全然ボルトストップ発動しない。しかもボルトはあいつの攻撃食らうとすぐノックバックしちゃう。嘘？やられちゃった？でもサイキックのディレイ発動。かなり進軍を遅らせている。ナイスすぎ。もうここはボルト連打連打連打。またドール出したかったけどそんな余裕ないからね。まずは壁だ。ボルトを全力で守るんだ。このボルトがやられたらもう無理でしょうからね。ああ、ついに城が限られた。でもやった。ゴマ様を倒した。だがまだ城が。いや、これ逆に城のおかげでボルトが食らってない。そしてここでやっとボルトストップ出た。何個砲も溜まった。これでなんとかジャッキーペンを倒すことができれば。もう一体ボルトが出せる。よし、いけるかもこれ。またディレイ入ってる。からのストップ。ノックバック入った。さすがにまだ倒せないか。でもここに来てボルトの調子が上がってきたみたい。今連続でストップしたな。やっぱり2体いると安定感があるね。そしてさっきからサイキック猫がいい仕事してるんだよな。いや本当に、このディレイにどれほど助けられたことか。結構な確率で出てるよね。素晴らしい活躍。と今のは？おそらく生き残る能力ね。もう一押しよ。いけー。やったー。ついに倒したか。城が半分以上削られるギリギリの戦いだったけど、ボルトとサイキック猫がしっかりとエイリアンに対する強さを発揮してくれたわね。3回目の挑戦にしてついに勝利。いやーなかなか大変だったな。サイキック猫の活躍を評価し、一気にレベル上げちゃいます。もう第二形態にしちゃおう。おおかっこいい。割と順当に育ったな。それではイタリアに挑戦します。ピサの斜塔に UFO が刺さってる。それなのにまだ倒れてないんだな。一カップに出てきたけど、連れてきてよかった猫マタドール。赤い敵の攻撃をひらりとかわす。これもう実質投入だな。やっぱどんな敵が出てくるかわかんないから、バランスよく編成を組むのが大事ね。猫マタドールが稼いだ時間で、キャスリー出して勝利です。デンマークの時みたいにならなくてよかったな。続いてはギリシャです。パルテノン神殿の柱がエイリアンになってる。城のデザインではちょいちょい黄色いエイリアン見るけど、まだ敵としては一度も出てきてないよな。エイリアンは水色しかいないんじゃないの？いや、まだわからないわ。とりあえず何が出てきてもいいように、働き猫のレベルだけ上げて様子見するわ。こんだけ何も出てこないと不気味ね。え、何これ？メカカバちゃん。おそらくこれがメタルな敵ってやつなんだろうな。まさかこんなのまで出てくるなんてね。メタルに強いニャンコと書いたっけ？まあキャスリーやガリレオなら倒せそうだが。とりあえずレベルの高いニャンコたちを出しておきましょう。第二形態も増えてきたね。やっぱネオサイキック猫の見た目いいな。めっちゃ強そう。若干中二病感あるけど、マジで超能力者だったんだな。ただカッコつけてスプーン投げてるだけかと思った。そんなわけないでしょ。エイリアンの動きを遅くしてたんだから。でもそれ以外の敵相手だとそんなに強くなさそう。攻撃頻度が低いのと、単体攻撃ってとこがネックよね。こういう状況でボスに攻撃できないのは辛いところだな。でも猫アーティスト結構戦えてたし、ジェイコスニャンコたちでなんとかなりそう。
し、倒せたわ。メタルはメタル必要なさそうね。誰がうまいこと言えと。はい、ギリシャにも完全勝利。意外と楽にクリアできたな。続いてはトルコね。へぇ、トロイの木馬ってトルコだったんだ。ちょっと意外な城のモチーフね。ふぅ、少し余裕できたし、さすがにそろそろガリレオ使ってみよっか。目の前にはヤドカリー。ボルトやサイキックもいて安心だし、お試しにはちょうど良さそうだな。やっぱすごいなこれ。古代兵器ってロマンがあるよね。ガリレオって名前ついてるくらいだし、天体観測機器なのかな。さあいよいよ初めての攻撃。巨大隕石。わ、吹っ飛ばされちゃった。でもボルトストック発動してるうちに体勢立て直せるわね。おお、今度は吹っ飛んだ。当たれば相当火力高いんだろうな。やはり超ダメージは伊達じゃないわね。しかも属性を目的全部対象だから、結構強いんじゃない？ただすぐノックバックしちゃうから、使うときはしっかりサポートする必要がありそうね。今回はボルトとサイキックという最高のサポートがあったが。早くもほぼ倒した。さっきはあれほど時間かかったのにね。でも、無属性に効果ないっていうのだな。まさに今みたいな場面だと完全に腐ってしまう。もはや攻撃する素振りすら見せない。白い敵は敵として認識してないようね。今回も勝てたけど。ガリレオのおかげかと言われると微妙なところだな。さあ、ドバイです。やっぱドバイと言ったら華やかなイメージがあるよね。競馬も盛んだよな。もう一度ガリレオを信じて出してみたけど、そんなに強い敵出てこなくて、なんならキャスリーまで出せそう。この豚野郎倒せばいけるね。よし、勝ちました。なんせキャスリーはここまで負けたことがないからね。それに4500円のガリレオまで出せてる。エイリアン化したゴマ様出てきたけど大丈夫でしょう。早速呪いとディレイ、隕石も当たってそう。とりあえず壁となる軟膏出しまくって、ネオサイキック猫も出して、さらに軟膏砲を打って、追加でボルトまで出してもう完璧。おっとでもここでキャスリー空振り。っていうかしぶとくねえかこのアザラシ。確かに、さっきからめっちゃ攻撃してるのに。でもさすがにそろそろ。あれ？私のキャスリーは？もういないぜ、ガリレオもな。嘘でしょ、私のキャスリーが、負け、だ。あまりのことに現実を受け止めきれない。嘘だ、そんな、ありえない。キャスリー。キャスリー無敗記録、ここでついえる。今回は負けの多い回となってしまったわね。私が負けるのはともかく、キャスリーまで負けるなんて。いや逆にこれまで一度も負けてないことの方がおかしかったんだ。そうよ、ここからが本番よ。次回から始まるのよ、本当のニャンコ大戦争が。